どこやるな。まあ福岡、場所で言えばね、福岡、うん、東京。あ、入ります。ありのままのオリジナルカラー、 Hey everybody one カラー。はい、どうもキラデンです。はい、ということですね、はい、今日は、まあ今日はというか改めましてね、うん、いつや、7月18日ですね、はい、キラデンこの記事下克上の決勝戦がありましたね。はい、改めて本当にありがとうございました。はい、あのね、やっぱり下克上ということで、はい、僕たち勝ちましたよね。勝ちました。皆さんありがとうございます、はい、皆さんのおかげでね、第1回戦は、寿司娘さんとね、やりまして、そして決勝戦この吉と、やって、2回戦目は、何、動員数での、あ、そうですね、勝負で、その動員数に勝ったということで、優勝賞金が、はい、100万円あります。もらいましたね、100万円、はい、いただきます。ボードで二人で持って、はい、はい、そのちょっとね、使い道、うん、前にも話したやつ、はいはいはい、そのちょっとね、もう一回考えていこうということで、うん、何がしたい。え、でもさ、前言ってたのあれじゃない、バーベキュー。そうやな、なバーベキューって言ってたの。まあいろいろあるけ、中でも、うん、まあこのご時世的にはあるけど、やっぱ夏といえばね、え、そう、夏っぽいことしたいよね。スイカ割りバーベキューちょっとどうでしたをしたいなと思います、ね。あ、うん、バーベキューめっちゃしたい。バーベキューいいんちゃうな。軽っ、オッケーですか。オッケー、いただきました。はい、ということで、じゃあバーベキューしましょう。はい、デートとかもね、ちょっと決まり次第、詳しくはね、はい、告知したいいたします。はい。あとはですね、まあまあ前も言ってた、うん、あの家族系、ね、ああ、お母さんとかお父さんに何かするみたいな、プレゼントをするとか、あ、なんかね、ご飯を一緒に食べる、いいよ、それその100万円でお支払いするみたいな。ああ、したいしたい。それは2人の家族でもね、多分2人の家族か、言うても、うん、ね、そりゃそうや、誰がおるのかそして家族、うんうん、焼肉とか言うと、うん、言うと、お寿司とか焼肉、宴会できるみたいなところとか、宴会、うん、うん、そんぐらいですかね。で、あとはえ、もう一個言ってなかったっけ、うん、遠征みたいな、どっかに行く、夏休み期間に、そう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 、どっか地方行かせてもらう、そうそうそう、それはもうちょっとね、今決めようかなと、うんうんうん、思って、この辺、何、配信者も YouTube でどこやるな、まあ、福岡、場所で言えばね、福岡、うん、東京、あ、入ります、多い。まあ有能なのは福岡やな、みんな、え、なんですか、行くれる、みんな豪福、豪福じゃん。そうよ、あんま遠く、まあ、あれよ、まあ、2カ所行きたいな、うん、行きたい、超えた。岡山いいよ、岡山いいよ、金沢いいね。はい、ということですね、ちょっとね、画面が変わったと思うんですが、はい、前ね、会議してたのが、ちょっと決まらなかったので、うん、もう一回ね、改めてちょっとね、決めていこうかなと思います。そうですね、ちょっとどこまで言ってるか僕もわからないですけど、うん、まあ、福岡とかね、うん、行くって言ってたんじゃないですか。まあ、いろんなとこね、行きたいって言ってたんけど、うん、どっかでイベントとかしたいなと思ってて、うん、最終日とかに、うん、イベントできたらなと思うんですけど、うんうんうん、会場いつ空いてますか、会場とかって。会場は、22日なら空いてます。22日はい、8月の22。どのぐらいあるんやろ、期間。1ヶ月ないやろ、もうだってもう25やから。うん、そういうのも、はい、路上をね、うん、やっぱイベントするっていうことで、なんか人をね、集めないといけないので、うん、イベントは福岡でする。福岡、
やなですね。福岡、うん、福岡でだから、8月は22にイベントをするってことは、はい、22ですね。その前の路上が8月の9日、10日、11日、12日、13日の5日間をとりあえずします。で、その次の週が、はい、19日、20日、21日、はい、で、その次の日がイベントっていう形です。だから合計何日するんや、路上は。9日かな、9日間、8日間、8日間、8日間、じゃあ福岡で路上しながら22日どっか福岡でイベントをするってことですね。で、会場も今のとこ空いてるってことですね。はいはいはい。じゃあこれを、まあ、イベントするにあたってやっぱ路上ライブをするじゃないですか。うん。いつもやったらチケットとかお金払って何来てもらったり、はいはい、そう、チケットだけの値段があるじゃないですか、いつもはね。あー、でもそれ今回は入場無料。そうなんですよ、入場無料にね、ちょっとしたいなって思ってて、うん、やっぱ100万円を僕たちもらってね、はい、その中からちょっとね、チケット代はいただかないという感じで、はい、そうですね、入場無料の、はい、その代わりに僕たち今3種類の CD がありまして、売ってまして、うん、その3種類のうち1枚どれかね、何でもいいね、買ってもらったら、うん、何か全然決まってないんだけど、うん、何かゲームをして、ゲーム？え？ゲーム？ゲームをしてなんか渡そうかなと。で、それに買ったら、うん、例えば簡単に言えばじゃんけんとか、うんうんうん、で買ってくれた人がいるじゃないですか、うん、その人が買った、僕たちに買ったらその招待券を渡すみたいな。あ、そういうことか。ゲームしてその CD 買ってくれた人が勝てばってこと。はいはいはい。あ、そういうこと。そうです。そしてその招待券あるじゃないですか。で、やっぱり僕たちが買っちゃうと負け分けて渡せない、うんうん、ってなるともう一回買ってもらってって感じですよね。まあそう、でもなんかいいんじゃない、普通に渡すよりか、うん、なんかした方が。やっぱね、 CD とかもね、地方で売っていきたいなと思ってるので、目標とかもね、ちょっと決めて、うんうんうん、会場ってどんぐらい入ります、あれ。確認中、100人中やって、みんな、まあ、とりあえず僕たちが決めたように100人ぐらいですね。うん、まあそうやな、8日間で100人の方にチケットを、うん、CD をゲットしてもらって、その招待券を渡したいっていうね、うん、え、じゃあじゃんけんにする。簡単な方がいいよな。うん、まあ一番わかんのはじゃんけんかな。じゃんけんでいこうか。じゃあこのイベントっていうのも、まあそんな、まあ、歌うのはもちろんですけど、ゲームとかもね、ちょっとミニゲームみたいな、そうやな、なんか他にできたらいいな、はい、感じのもちょっとしたいなと。皆さんと触れ合う場面がちょっとね、まあ、お話ししたりとか、ね、はいはいはい。だからゲーム何する？でゲームをね、ちょっとしたい。じゃあ僕ちょっと考えてたのが考えてた、何だっけ、ビンゴ、うん、あるじゃないですか、番号言ってその番号があったら穴が開くみたいな。それでそれは分かる、それは分かる。誰も1等賞、2等賞、3等賞みたいな感じで決めて、1位の人はこれ、僕たちが100万円の分で買ったやつをあげる。あ、何かプレゼントを。そう、うん、で、2位の人はこれあげる、3位の人はこれあげる、まあそれは何位か分からんけど、うん、その何位かを決めて僕たちがプレゼントするっていう感じで、あ、ビンゴゲームで、例えばエアポッツとか。楽しそう。1位がエアポッツとか、すごいそんな感じをちょっとね、皆さんに喜んでもらえたらなと。え、めっちゃいいと思うけど、思ってたよりすごかった。なんかAmazon ギフト券とか iTunes とか、まあ嬉しいもん、シンプルに。そうそうそう、そういう感じでなんか、渡したらなと。他なんかあります？なんかあるかな。ビンゴでだいぶ盛り上がると思うけどな。なんか定番じゃない、そういうイベントとかで、うん、ビンゴ。まずライブはありますと。そしてファンミーティングもありますと。その中でゲームがあります。うん、ビンゴっていうね、ゲームです。ビンゴしましょう。その100万円の中から僕たちがね、ちょっと選んで考えときます、はい、1位に3位にしようかの人に、あの商品があります。まあ例えばエアポッツとかですね。あ、でもなんかそれみんな持てないか、エアポッツ。うん、ちなみに僕も参加します。絶対やめて。まあ22日ということと、8月は福岡でね、
路上ライブをしますということで、8月9日から13、そして19から22まで福岡にいます。まあ、詳しいことはね、SNS で決まり次第告知するので、はい、お知らせします。はい、チェックよろしくお願いします。お願いします。はい、8月は、夏休み福岡で僕たちは過ごします。ほとんど福岡ちょっとね、東京とかも行きたいなと思ってたんですが、そう、行きたかったんけど、はい、やっぱりイベントとかのことを考えると、はい、福岡を長くした方がいいなってなったので、また別の機会で東京とかね、地方の方に行けたらなと、まあ、とりあえず今年の夏は、福岡にお邪魔します。よろしくお願いしますお願いします。福岡に住んでる方はね、ぜひ遊びに来てください。ぜひ遊びに来てください。楽しみましょうどうぞということで、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。以上、キラデンでした。好きってなんだろう。